小林豊彦は、日本の政治家。新潟県西神原郡弥彦村村長。新潟県西神原郡弥彦村出身。小林静雄と、三重の長男として生まれる。日本経済新聞社の新聞記者として、科学、石油化学産業、農林水産省、三井物産など、総合商社を担当。農林水産省担当時代は、鈴木善光農林大臣に随行し、 モスクワで行われた日ソ漁業交渉を取材。浦和市局長、東京本社編集局部長を歴任、出版局長、営業推進本部長、日経リサーチ社長を経て退社。60歳で帰郷して、母を介護しながら、田んぼと畑を工作。田んぼは5年前から無農薬栽培に、挑戦、いよいよ彦神社の初歩行剣能舞審査で5年間連続して入、入賞。 出版局長時代に全国経輪志向社協議会マスコミ代表として審議会委員に就任。祖父の小林豊三郎も元谷彦村村長である。当日有権者数6931人、最終投票率83.08%。当日有権者数6857人最終、投票率73.97%。 や彦村の歩み百年史、や彦村、むら。2015年1月30日閲覧。や彦村の歩み百年史、や彦村、むら。2015年1月30日閲覧。公益社団法人全国経輪志向社協議会。全国経輪志向社協議会。2015年1月30日閲覧。株式会社日経リサーチ。日経リサーチ。 2015年1月30日閲覧小林豊彦立候補決意表明 YouTube2015 年1月30日閲覧 Q28 講演会設立総会 YouTube2015 年1月31日閲覧ヤヒコ村長選に立候補した新人の小林豊彦氏笑顔でガラス張りの村民主役の尊敬を訴える 県王トコム2015年1月30日閲覧。新潟、ヤヒコ村なんと36年ぶり村長選へ20日告示も村割れる戸惑いの声。産経新聞。2015年1月30日閲覧。ヤヒコ村長選選挙が村に活力。新潟日報。2015年1月30日閲覧。ヤヒコ村長に。 新人の小林氏。新潟日報。2015年1月30日閲覧。1月25日ヤヒコ神社取材5分。YouTube。2015年1月30日閲覧。ヤヒコ村長選で当選の小林豊彦氏に当選証書。YouTube。2015年1月30日閲覧。 1>, 1月25日豊彦当選5例挨拶。YouTube 2015年1月30日閲覧。八彦村長選で現職を破って初当選した元日本経済新聞社記者の新人小林豊彦氏は厳しい表情で気を引き締める。剣王 .com 2015年1月30日閲覧。八彦村長選から一夜明けて 小林豊彦氏に当選証書、初登庁と同時に、尊政の舵取りができる、要準備、副村長の人選も。剣王 .com、2015年1月30日閲覧。小耳聞き耳、予想外だったヤ彦村長選の雑記。剣王 .com、2015年1月30日閲覧。2月23日初登庁挨拶。 YouTube 2015年2月23日閲覧。ありがとうございます。